味しそう。美味しそうだよね。うん。超美味しそう。なんかすごい変わったメニューが増えてるね。花団子来ないからね、くら寿司。ね、美味しそう、花団子とかね。美味しそうだね。うん。何食べます？でもお腹空いた？食べよう。食べよう。え、2個来ちゃった？でも写真軍艦だったよね。あ、軍艦とあれを1個ずつ頼む予定が2個、巻物が2個だ。お店の人忙しかったんだよ。あ、お店の人間違えちゃったのかな。え、軍艦と両方あるの？両方頼んだんだけど。そっか、まあでも巻物と巻物だけました。美味しいから、美味しいから。いい、まもなく到着します。ありがとう。のこのこです。アジですね。5種類だった。ん？お、すごいね。のこまきって美味しい。他に食べる。頼んだよ。頼んだよ。だけいっぱいあるね、前に。めっちゃあるんですけど、4皿。早く来たら今度も。確かに。来ました、イクラ。これ好きだよね、リミね。もう毎回食べてる気がする。毎回食べてる。あ、でも何だったね、キュウリを食べたよ。前までキュウリをポイってさ、人のとこにやってたよね。リミすごいじゃん。なんか私のとこに入れてる。しーちゃん食べてーって言ってた。大人になったね、リミ。ね、大人になってよ、マジで。そうだよね、もうすぐ4年生だもんね。これかな、うん、モリモリポテチでいい、うん、普通のでいいでしょ。チーズ乗せないの、うん、到着します。 OK、 行きます。でもなんか頼もうかな。うん、しーちゃんも頼みな。リミ何頼んだの？お注文の品は間もなく到着します。これ何？イカ？ねえ、ママ
なんかすごいね、このイカ。面白くない？なんかすごいね。なんか幅広っていうか、うん、薄くて広い。ね、ね面積がね、大きい。面積がすごい。面白いイカです。なんか美味しそうなの来てます。なんで値段を言うんでしょうね。やだ。すごい忙しいからね。こういうこともあるよ。プレートはこっちじゃん、うん、こうじゃん、うん、
でもこのお皿的の正面はこっちね。そうなの。このお皿的の正面を見るとね、プレートが後ろになってる。あ、反対になっちゃったんだ。忙しいから思うんだよね。お店の人は一生懸命やってくれてるもんね。味は変わらないしね。みんなのために思ってね。確かに確かに。一応ここの方にね、頑張ってるんだから。そうだよね。そうだよ。美味しいの。疲れてるんだよ。じゃあいただいたら。いただきましょうか。いただきますね。本当なんかバレンタインって感じのさ、ね、色だよね。美味しそう。いただきます。まずはイチゴです。やっぱイチゴだよね。美味しそう。スポンジ入ってね、ちゃんとね。ね。なんか3種類の層になってて、本当にね、いろんな味を楽しめそうですね。いやー、楽しみですね。持っていくのが楽しみですね。リミちゃんはシューアイス。いつもこれだね、リミは。くら寿司のね。ね、ほんとこれ。うん。美味しいの。動いてる。ママこれ頼みました。花団子。はい。うん、ね。なんかね、今店長さんが来てね、これで最後なんだって。ね。もう頼めませんってわざわざ言いに来てくれました。ママしか食べないんで大丈夫ですけどね。美味しそう。人気ってことだよね。これで最後ってことはね。ね。ね。ああ、そうなのかな。なんで？だから、どういうこと？ママ、おめんぼ。え？ママ、何？何？なんて言った今？なんて言った今？ママ、おデブって言ってた。ママ、おデブって言ったの？ひどくない？リミちゃん、ひどくない？団子もう食べれないの。リミちゃん、ひどくない？うまっ。落としましたけど。落としてもいいじゃん。幻覚です。幻覚じゃないよ。ん？早く拾って。これリミちゃんがね、わさび乗ってるとか言うんだよ。やばくない？どこがわさびなんでしょう。さっきの黄色いのはね、からし乗ってるそんなことあるわけないのにひーちゃん、壺に入ってる。うん、紅生姜なんだ。何だ、何だ、やだ。違いました、皆さん。大丈夫ですか？めっちゃ笑ってたけど